間違えたんだ。 こいつ、おじいちゃんが言ってた。かぐや。今のあの二人なら大丈夫だ。それよりさくら、ガツに動くなよ。こやつら二人、羽衣とハムランやインドラとアシュラなら術を渡したのは羽衣か。サスケ君、ナルト、よかった。このチャクラ、マダラなど比じゃない。羽衣はこいつが出てくると踏んで俺たちに。オビト、あなたの目的は何だ。忍衆は、この地はわらわの大切な苗床だ。これ以上傷つけるわけにも。戦いはやめにしよう。な、下は溶岩、現実なのか。いや、サスケ、あった。何してる。俺じゃなくて。カカシは区内に巻物の端を結びつけてロープ。さすがカカシ先生。手荒くなってすまない。別空間を口寄せしたとでも言うのか。前を見ろ、ナルト。お前の陸道の陽の力と俺の陰の力だけが目の前のあれを封印で、そうできなければ人類は滅亡することになる。この意味わかるな。分かってんよ。こういう時は体が勝手に動いちまうもんだろ。不自然の時。まあ、いや、この意味お前なら分かるよな。あの時、もしかしたらサスケ君は無意識に。でも、ありがとう、ナルト。しまった。白眼、こうなったらスサノオで。マダラの棒がやっと動ける。だが急にチャクラが消えた。消えた。マダラを倒したのか。ナルト、お前受けるのか。陸道の着路を得た。マダラも浮いてたしな。影分身の術。さくらちゃんとカカシ先生を頼む。クラトはわらわ唯一のもの。チャクラを一つにする。Thank you.
効かない。今のうちにオビト心配させやがって。この足場のやつにしろ。チャクラを分けた我が子たち、動けねえ。さあ母のもとへ。慣れてんぞサスケ。しおらしいだろ、子に封印されたカグヤ。かわいそうな母親だ。クロセツ、お前は何者だ。俺はカグヤの子供だ。あのいない間の全てを記録し、母が復活するための物語だ。の名を知っているということは、羽衣にあった協力するインドラとアシュラの転生者は珍しいだな。母はかつて我が子の手で封印された。十尾自身を地縛転生の核へと変える順の寸前で俺が産み落とされ、飴玉はないが紙芝居の始まりだ。この者が天からやってきたと申すのか。光の落ちた場所からこの女が出てきました。名を何と申す。このお方はその国の王。答えるか。締め上げて素性を吐かせよ。わらわの名はかぐや。この度かぐや様のお世話をするよう仰せつかりました愛のと申します。あの木は数千年前に忽然と生えて見る間に大木になったとか。天智様、かの国の朱雀大臣と玄武大臣がお見えになりました。問題はこの湖。かの国の領地と記されておる。この地を我らに返していただき、それを貴殿の国へ渡したら。どのような事情があろうが、良き返事が聞けぬ場合は責任は負えませぬぞ。改めて答えを伺いに参ることとしましょう。かぐやは何をしておる。どなたかがご自分をお迎えにいらっしゃるかのように、村人たちの噂ではかぐや様は空からやってきたと。ずっと夜風に吹かれていたのでは寒かろう。そなたは毎日空を見つめているそうな。お前が寂しくなって空を見上げるときに、私はいつも隣にいることにしよう。天智様、国境ではかの国の者たちによる悪さがますます激しくなっております。わかっている。だが決してかの国の者に手を出してはならぬ。かの国とは和平交渉を進めるのだ。天智様はおられるか。何事だ。国境にかの国の大軍勢が。かぐや、私はすぐに出陣しなければならない。心配するな、すぐに戻ってこられる。我々も行くぞ。はっ。かぐやとやらはその国の都を離れたか。手だれの者は集めよ。すぐにかぐやの後を追う。こんなところに隠れていたか。噂通りの美貌だな。かぐや様。わらわに触れるな。これでその国は本当に終わりだな。これは戦のためではなく、国境を守るための軍勢。他の国の者に手を出した者は即刻死罪という命を出してある。ならばかぐやを死罪にしてもらいたい。我が部下を殺し、私も殺そうとしたのだ。かぐやという女、とんだもののけよ。急ぐのです。わらわの運命は真珠と共に。何としても真珠に。行ってください、ここは私が。愛の。かぐや。
動揺を照らす無限つくよみ。この地はわらわが治める。わらわの子たちと共に。母上はああして毎日空を見上げているが、私たちには何も語ってくれないからな。心の内は誰もわからない。どうした羽織？待てよ、どうしたんだ？どうもこうもこいつが水を全部取っちまうからよ。だけど今までは他のところにも水は行ってたんだろ。急に川の流れが弱くなってよ。上流で何かあったのか、我々で見てくる。行くぞ羽村。うん。何か見えるか？どうやら上流にでかい岩があるね。なるほど。だけどこの岩はどっから来た？それはわしが置いたのじゃ。おい無視するな、カエルじゃがな。おい、私の頭がおかしいのか？それなら俺も頭がおかしくなったってことか。別にお前たちの頭はどうにもなっとらん。誰も隠れてない。用心深いやつじゃの、人間の分際で。言うじゃないか、カエルのくせに。この岩はお前たちに会うためにわしが置いたのじゃ。二人ともちょっと来い。あれを知っているか？あれは終焉の峠。あの向こうを見たことはあるか？誰もあの向こう側を見た者はいない。真珠は大地の力を吸い取り続けている。真実を知りたかったら峠の向こうを見てみるんじゃな。真実、どこも異常ないよ。あれは真珠様へのしきたりの。羽織！真珠様へのお使いの知らせが来たの。仕方ないことよ、私のこと忘れないでね。母上、真珠のしきたりを中止してください。それはならぬ。では教えてください、なぜ一人も帰ってこないのですか？それはまだお前たちが知る必要はない。兄者、まさか。私はあの峠に登ろうと思う。分かった兄者、俺も行こう。羽村！どうした？羽織！羽織！兄者、死んでる。真珠のしきたりの正体。出てこい、ガマ丸！どうやら言ったようじゃな。わしについてこい。ここはガマの国じゃ。不思議な力を感じる。ここは戦力と呼ばれる自然パワーが満ちてる。これは記憶石と呼ばれるものじゃ。その昔あの木は空から降ってきた。かぐやは真珠の力を得て、お前たちの父親を、そして人々を真珠の生贄に変えた。真相はかぐやしか知らぬ。なぜ真珠を守ろうとする？わからん。あの真珠がある限り、やがて大地は枯れ果て。母上と話をする必要が。わしも素直に話を聞いてくれる相手とは思えない。私に戦力の使い方を教えてくれないか？自然エネルギーを感じて、それを自分の中に取り込め。羽衣はどうしたのです？連絡ガマ？かぐやが里に戻り、羽村と連絡が取れなくなったそうじゃ。対決の時が来たようだな、母上。お前たちは掟を破り、あの山に行きました。あの娘を愛している。それが私の愛です、母上。どこからやってきたのです？ここから遥か遠い空、そこからやがてわらわの迎えがやってくる。母上、今一度愛の力を。真珠のしきたりをやめてください。ハムラ！お前の言う愛が本当なら、お前にハムラを倒せまい。ハムラを人質に取られておったか。許せ、ハムラ。お前は母上に操られていたんだ。今傷を治してやる。何をしたんだ兄者？もし生き残れたなら、ガマ丸に礼を言え。羽衣、羽村、万華鏡シャリンガンとリンネガンを開眼させてくれて。なんだ
兄者、あれを見ろ。真珠は母を守るために十尾となった。子供たちの激しい戦いは数ヶ月にわたり続いた。羽衣と羽村の力が地獄転生。母は最後の力を振り絞り、十尾は九つの魂に分けた。人を信じて協力するように育てる。俺は母上と一緒にいようと思う。羽村、俺は結局母上が好きなんだな。そうするよ、達者でね。だが残された俺には何の力もなかった。やがて羽衣の命は尽き、母の復活に必要なものは二つ。しかし輪廻丸に必要な羽衣のチャクラはインドラとアシュラ。アトメ争いに負けたインドラを利用することにした。書き換えさせてもらったよ。無限つくよみこそが内派の救われる道であると。互いに争い力を求める流れはでき、輪廻丸の発言を試みたが失敗の連続だ。転生者が内派マダラと千住柱間になったとき確信した。それが母の復活の第一歩だと。内派マダラは千住柱間に敗れてしまう。マダラはバカではなかった。自らに術をかけていた。マダラは右目にイザナギを仕込んでいた。マダラはついに輪廻丸を開眼し、外道魔像を口寄せした。暁を結成させ戦争へと導いたのだ。兜にマダラの死体をわざと発見させ、知っていた大量の人間のチャクラを集めることで母は復活したのだ。お前たちはわらわの者。離る全能の神へと戻るのだ。結局忍びの歴史じゃねえんだよ。それに子供が母ちゃんってもんだろうが。母はチャクラの祖そのもの。封印の術を発動する隙を作る必要が。あれしかねえ、あの術しか。あの術。ああ、母は全ての術を吸収する。どうだ、実でもないこの空間に強制的に引きずり込む力、次元が違いすぎる。あれはまるで神だ。今までだってそれの連続だったろ。お前本気か。やってみるまで分かんねえだろ。やってみる価値はあんだろか。やつの隙ができる可能性があるなら俺も左目の準備をしておく。行くぞ。お、ヤクハーレムの術。なあほー、この状況でなんで術してんのよ。これが忍びの歴史だ。この野郎、でもこのエロギンチスは世界を救うことになるのか。世界を救う予言の子は見てますか、ジライア先生。おっ、冷てえ。なんだ、変わった。場所また移動したのか。あ、多分前回の溶岩の世界に行った時と同じ感じで現実だよ。これこそ消えやがった、この能力。アマテラス。こんな術で倒せるとは花から思ってない。今度は俺の作戦で行く。もうさ、こいつら分けちまえば。そして一匹ずつ。ここは
まずはお前のチャクラを全て吸い尽くす。とにかくサスケを見つけねえと。私たちだけこの世界に連れてこられたのかも。本体の俺はこの世界にいるってば。サスケは感知できねえ。どこだオビト。カカシか。死んだはず。俺が回復させた。マドラはどうなった。倒したのか。俺が簡単に説明すっから。どうせそのカグヤってのを倒さないことには俺たちの世界も終わり。もうとっくに覚悟は決まってただろう。死ぬ覚悟は。何をしてもダメか。信じられんな。でもさっきも言ったけど、サスケが感知できねえんだ。動いてるな。あそこだ。自然と一体化してやがる。時空間の類だな。くそ、ダメだ。縛られたふりはできた。なら別空間へ飛ばされたと想像でき、奴は時空間から出てき、俺の同日とよく似た能力だ。よっしゃ、なら俺は本体のサポートに回っから。ただ俺には膨大なチャクラがいる。俺の時空間じゃないか。私の白号のチャクラがあっても足りませんか。サスケは必ず俺が見つけ、お前の本体まで届く。オビト、俺のことを助けてくれ。こんな俺に礼など言うな。もう面はねえんだな。証の友であり、お前の父の部下であり、サスケと同じウチハであり、お前と同じ夢を見た先輩だった。時間のない俺が今さら詭弁を垂れるつもりはない。せめてお前たちの前を歩いて死なせてくれ。ここはわらわの空間だ。お前は何もできぬ。怪力輸送。勇者。クラネットを行けやったぞ、マルト。サンキュー、クラマ。入り込めたのか、バカな。ん？消えた。お前がオリジナルか。ならどうだってんだ。こいつはここできっちり殺しておくべきだ。私たちのチャクラは吸収しなくては。封印されれば元も子もない。確かに多くのチャクラを失うことになるが、これで殺せる。友殺しの骸骨。分身でももうナルトはどう走ってるつもりでいるんです。こうなったらナルト以上に結果を出しますよ。飛んだ先でいきなりやられるなんてことは。ジナルは殺した。なぜ消えていない。いいから、お前はカグヤが戻ってきた時に備えていろ。王は全てただの分身だったか。騙された。
こいつが向こうに行かねえようにうまく戦わねえと。から他の空間につながるはずだ。一つ一つ開いてサスケを探し出す。ありったけのチャクラをこの人に。空間だ。これを一瞬でつなげるカグヤとは一体何者だ。ここはサスケを感知できない。はい。この辺りだと思ったがな。それに一つ分かったんだけど、ナルトのオリジナルには愚道玉がついてる。いつまで待つ。そんなのいいです。チャクラは限られているでしょう。届いた。まだなすべきことがあるからな。戻るぞ。二人とも俺の体に触れておけ。はい。あれは間違いないよ母さん。ただ見ているだけで何もできないのか。俺、さくらもオビトも必死で、たちの死として大したことはしてやれなかった。アダムだ。絶対負けるわけにはいかねえんだ。今の俺でもまだやれることはあるはずだ。バカなサスケだと。いつちゃんとさくらちゃんとオビトに礼言ったか。敵に集中しろ。もうチャクラを出し惜しみしている場合じゃない。体が食い込む。だが奴も同じように。かわせ、サスケ。決した。次は当たる。させるか。まだできることはある。二人の盾になることぐらいなら。また3人でゆっくり話をしよう。少し俺と2人きりの時間を過ごそう。カカシは邪魔だ。ここに置いていくよ。オイト、お前は当分こっちにいろ。すぐに来るんじゃねえぞ。一旦チャクラを練り直しか。地球空間へ飛ぶことなら回復も早い。敵に注意しろカカシ。こいつらは今大切な時だ。お前は新しい世代の支えとして。そんなことをしても無駄だナルト。奴の言う通りだ。チャクラを無駄に使うな。
敵味方双方から忌み嫌われ、悲しんでくれる仲間も肉親もいない、パイだらけの間抜けか。てめえ、さきそうだな。動力が戻った。ここは前に来た。そいつはもう助からん。こっちへ来い。先に行く。くそ、くそ、くそ。もういい。ありがとうな、ナルト。俺はお前と戦って何か目が覚めたような気がした。ナルト、お前は必ず火影になれ。弱虫キャラでもこのしつこさはゴキブリだったな、ナルト。お前もこれ以上はた哀れで惨めなそいつと同じに。そう、みんな、うん、よっしゃ、やるぞ。超美獣螺旋手裏剣。あれを食らったらさすがに無傷じゃいられないはず。まさか母さん。また、封印もしやすくなる。これは人型じゃない。旬で取り込まれちゃうぞ。しかも早い。分かってる。サスケ、お前の道術でさくらちゃんを。あ、やったぜ。スサノオ、誰だ。ありがとう。そんなはずが。おかしかねえだろ。けど助かった。今度こそあいつらを、世界を守る。大集結。この力、オビタの車輪が。このチャクラは、忍びたちからチャクラを直接抽出できるこの子宮空間こそ上空道玉、新たな空間の始まりだ。お前らはその犠牲となるのだ。俺たちで世界を救うぞ。お、了解。どちらにする。二分される。途中まで連れて行け。あとは飛ぶ。お、早い。いい能力だな、オビト。すり抜けるのはカムイライキン。右手がなら、やはりどちらもアシュラの転生者。私だっているんだ。同じ女ならバカにしないで。サスケ、サクラ、大好きだ。行くぞ、起爆転生。なぜだ。吸い寄せられているのか。やっと出られた。サスケくん。ナルトはどうした。そういや、お前親離れしたくねえんだったね。勘違いしてんじゃねえってばよ。
みんな終わったな。封印終了。私たちはどうすんの。この空間からどうやって戻るのよ。口寄せの術。おかえり、ナルト。ボレットバ。そうだ、戻ってきたのだ。歴代の五影に協力してもらうよう、わしが浄土から呼んだのだ。よくぞ世界を救ってくれた。お前が畑かかしだな。あ、これこそ神の御業よの。いえ、私はほとんど何もできませんでした。だから言った、よくぞ皆を導いたと。おーい、クラマー、会いたかった。あのクラマが恥ずかしがって慌てておるわ。忍びの世界をむちゃくちゃにしてしまった。最後は敵でなく友として別れができる。俺にとってはそれだ。ありがとな、カカシ。リンを待たせてっから、お前を助けてくるって前もって言っといた。ありがとうな、オビト。カカシ先生。シャリンガンのカカシも今日で。柱も。望んでも届かない。俺たちの生きてる間にできることは知れてる。相変わらずお前はいつも楽観的だった。俺の夢はついえた。お前の夢はつながってなら俺は無理だったって嫌いだったからな。今ならただ戦友として酒を酌み交わせる。まあそれなら。五影たちも江戸天聖たちもわしが下実す。行ってこい。父ちゃん。行っとかなきゃなって思ってたんだ。誕生日おめでとう。お別れだ。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってから大丈夫だって言ってくれ。たまに木の葉の温泉行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、友達はいっぱいできたんだ。もちろん三代目やカカシ先生の言うこともちゃんと聞いてたぞ。エロス園についてた時にいろいろ勉強になったってばよ。一番尊敬してんだ。父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。しっかりやってんだって。全部しっかり伝えておくよ。これで俺たちはもう自由だ。やっと俺らも故郷に帰れんだな。やっぱ B のところへ戻ることにする。クラマ、お前は宵合所の管理役としてナルトの中にいてやる。まジジイがそういうなら仕方ねえか。素直でないところは相変わらずですね、クラン。我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか。答えは変わんねえ。あとはサスケよ、お前は。そうだな、だがまずはこの無限つくよみの中。なんて言ったか、サスケ。お前らは全て俺の管理下に置き、いずれ処理する。なるとよ、やはりこうなったな。わしもこの世にいる限界だ。サスケ、それが今のお前の夢だってのか。破壊し、そして作り直すのさ。忍び世界を一新する、それは革命だ。自爆転生。やはりまずはお前か、ナルト。やっぱここかよ。前と同じだ。ここでまたお前には渡せねえ。俺の言うほかげとは何なのか教えてやる。ナルト、サスケは今闇の中に。さあ行け、あいつを救い出せるのは。分かってるってばよ。俺の語るほかげが
俺の答えを示す。イタチの生き様がその答えまで俺を導いた。この葉隠れの里を守るために一族と己を犠牲にした理由。イタチは一人でその平和を支えようとしていたんだ。全ての憎しみを一身に受けながら、彼こそが本当の火影だったんだと。そこまでして守りたかった国と里、俺はもう兄とは違う。俺は一人だ。忍びの問題は己自身で全て対処しきる。闇の中の憎しみはなくならん。みんながうんって言うと思ってんのかよ。お前らが俺のことをどう思うかは関係ないと。革命だ。俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。そしてそれを亡き兄へと注ぎ、弔う最後の血としよう。切らせねえ。エントン、炎イカズチ。してんじゃねえ。また一人になろうとしてるお前をほっとけねえだろ。俺たちはもう昔ここで戦った時とは違う。それなのに俺とやろうってのか。お前を切らねばならない。ご里は今やっとまとまってきてんだぞ。共通の敵がいたからだ。またいずれ格差とは対立し始める。そして今までのような戦闘ではなく、影から管理が必要だ。それが俺の言う火影のあり方だ。その程度じゃ俺はやれんぞ。もういい。そして今ここで影に足を踏み入れる第一歩としよう。分散してあったチャクラを一つに融合してやる。まるで陸道のジジイ並みだ。下道マザーのねえここでスタノをその入れ物にしてやる。ナルト、お前のその術が自身の弱さの象徴なのさ。対抗できない。クラマ、ちょっとためすぎたかもな。来た。これほどの自然エネルギーが急に。やるぞ。あ、やっと俺をやる気になったか。勝負してお前にちゃんと勝ちてんだ。今のお前にじゃねえ。サスケ、インドラの矢、今の俺が放てる最強の術だ。知ってくれ。
マーじゃ。美獣ども、サスケの勝利。さっさと和解の印をしろ。サスケ君とナルトは？これが勝利するのは必然。これでやっと俺は。いいカウンターだったぞ。なんとも、おとなしく切られやがれ！そら無理だ。その唯一が俺だからよ。この一撃で決める気だ。さあ行け。お前はわしらにとっても。サスケの勝利。へん！やんのか、落ちこぼれが。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。死んだ。そういうことなんだろうな。惨めだな。お前はキュービー、俺はウチハの名によって、そして俺たちは里を、里の連中を恨む。お前は俺を兄弟と呼んだが、絶対死なねえって、おかげになるまで。ああそうだ、無限つくよみ、技術できねえんじゃねえか。さくらとかかしがまだ残ってる、なんとかするだろう。ナルト、おかげ許せ、サスケ。俺はお前をずっと愛している。兄さん、もうすぐ会える。やっと戻ってきたかよ。そんなになってまで全てを切るための力を得た。だがお前は、お前の憎しみを受けてやれんのは、なぜそこまでして俺に関わろうとする。じゃあいいから答えろ。友達だからだ。友達だ。友達だからだ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。バカなことをしてはわざと叱られようとしていた。何度も叱られているお前をずっと見ていると、他人とつながろうと必死なお前を見ていると、俺の家族を思い出すようになった。そして俺は七班に己の家族の影を見るようになった。俺が痛くなったんだ。急速に強くなっていくお前を放っておけなくなった。本当は俺が羨ましかったんだ。俺にはない強さがあったから、かつての兄さんのように。サスケはお前に任せる。鼻からそのつもりだ。これはナルトの記憶。ホカゲってすげえ名前語るのによ。もし一生芸人になったって意地でもホカゲになってやるから、別にいいってばよ。俺はホカゲになるまで絶対死なねえからよ。ナルト、
お前はこれほどまでに火影になった者が皆に認められ仲間を忘れるな。兄さん、そうか、それなら見せてくれ。まさか今度こそマジで天国なんじゃ。また死に損なったようだ。今こそ本当に目を覚まさせてやろうと思ったのに。こんなになってまだやる気。認めてやるよ、俺の負けだ。この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃねえ。なあナルト、お前を認めちまった。ここで俺が死ねば無限つくよみの芸術は俺の死後左目をかかしにでも移植してやればいい。死んで決着つくなんて思うな。全忍びの協力だ。俺がまたお前に盾つくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。同じことを言わせんな。ルールは予選の時と同じ。どちらか一方が死ぬか負けを認めるまで行う。両者中央へ。始め。カカシが言ってた。これが砂か。そんなに怒らないでよ母さん。何言ってやがるこいつ。あっか、まずい血を吸わせたね。ついに会話が始まった。これやべえじゃん。くそれが砂の鎧か。来い。来ないならこちらから行く。早い。そんなもんか。すごい。その鎧剥ぎ取ってやれ。どうするつもりだ、ガーラ。砂の鎧はチャクラを使いすぎる。あんまり長くは持たねえじゃん。ガーラのやつ、まさかあの術を。今すぐこの試合を止めてくれってばよ。え
まあ心配するな。え、あいつも俺も無駄に遅れてきたわけじゃないさ。第三の目、間違いない、あの術。やはりダメか。何のつもりか知らねえが、ちょうどいい。俺のこいつも時間がかかる。バカな、河原のやつめ、いつ合図がかかるかわからんのだぞ。みんなあげるよ。いつも僕はいい子だよ。計画どころか、むちゃくちゃにするつもりか、ガラのやつ。まさかあれは。俺がサスケの修行についたのは、あいつが俺と似たタイプだったからだ。そうか、だから体術ばかりを鍛え、スピードを飛躍的に高めたのか。怖い、チャクラが目ではっきり見える。一体どうなってんの。ラムジア一族か。まさしく。なんだってばよ、あれは。木の葉一の技師、コピー忍者カカシ唯一のオリジナル技。広大なチャクラと月底の一点集中、さらにはその隙のスピードが相まって、あの技はこう呼ばれる。シドリ。俺はココシノシドリ、つまりライキリ。その本来の術名が千鳥。極意は人体の限界点ともいえる月のスピードと、なんて無茶な技を。お前が言うなよな、リー君。僕にはわかる、シャリンガンがある。捕まえた。何このあったかいの、何が。違う、俺の。腹に傷が。勝手なことを。完全憑依体になったのか。わからない、傷ついてるみたいだし。初めてあれを見たとき、飯が食えなくなったから。なんせ見た目はまるで。なんだこの感覚は。傷が不完全なまま殻が破られたんだ。違う、あの目じゃない。何だったんだ、さっきの視線は。動いている。来る。
やるか。あいつなら勘九郎がウチアを足止めしてくれてる。うちに行ってろ。いいから早く向こうへ行け。邪魔だ。あれはウチアサスケ。てめえら砂が何企んでるかは知らねえが、お前は俺が止め。うん、ガラ。強いお前。ウチアと呼ばれるお前、仲間のいるお前、お前を殺すことでその全てを消し去った存在として俺は生を実感できる。お前は俺の。さあ感じさせてくれ。あの目だ、さっきのあの目だ。こりゃお前が援護に来るまでに終わりそうもねえな。死の、この俺が怖いか。ウチハサスケ出てこい。ウチハサスケだ。向かってこない。逃げる。手応えはあった。どうかそうだったのか。バカな、なぜこんなに楽しいのか今分かった。いつの全てを奪い去ることは俺により強い性の実感を与えてくれる。あいつ化け物か。いや、しかし本当の化け物と、もっとだ。何？さらに早い動きを先読みしなきゃ、かわせもしねえ。この目がなけりゃとっくに死んでるぜ。カトン豪華級の術。死ねえ。やはり千鳥じゃねえぞ。どうした、お前の存在価値はこの程度か。憎しみが弱いからだ。お前の憎しみは俺より弱い。意味がわかるか。黙れ。イタチは自分を殺させるための復讐者という存在として俺を選んだんだ。俺は復讐者だ。Yeah!